かしこまった。はい、ご視聴いただきありがとうございます。信長の野望大使 with パープキット、小田原聖母編の小田原聖母編の工場系ですね、やっております。第10話かな、これ10話11、12話ぐらいで終わるんじゃないのかなっていうね、計算ですね。かしこまった。ちょっと吹いちゃったかな。12話、13話、13話では終わると思う。13、4話ぐらいではね。前軍友集結をやった時は16話ぐらいだったんですよね、確か終わったのがね。まあ軍友集結に比べるとこっちの方がちょっとぬるいので、うん、まあ、多少は早く終わるんじゃないのかなとは思います。じゃあここを攻めよう。我が軍略お見せしよう。一応多めに持ってった方がいいかな。援軍来ると嫌だからね。前進せよ。で、手紙配っとこう。裏切られるのもちょっとめんどくさいんで。かたじけない。かたじけない。おお、足んない。足んないね。やめとこう。じゃああとは家康君とも戦争しとこうか。軍略お見せしよう。1万5000持ってけば足りるね。進め。でここから3000ぐらい。こんないらないよね。兵士6000持ってきゃいいでしょ。己を信じて前へ進め。あとここら辺で倒した後、ここら辺からさーっとかっさらいに行こうかなと思うんで。浅はかなり。お、南部さん、安藤さん、倒してしお願いしますよ。片付けない。計りごとなき者よ、滅びるがよい。はい、ということで前田家もね、もう艦隊で落としちゃったようなもんですね。カウンターがなければ、カウンターさえしなければ、前田さんは、ね、ここにさえ攻め込まなければ前田さんは言ってましたね。はい。使いの者が来たようです。が無理、無理決まったんじゃもう落とすよ。三河武士の誇り、見せるは今ぞ。兵を借りた。あ、いくらでも貸してやる。いくらでも貸してやる。その代わり、こんなに借りる。あ、いいよ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 。無条件でいいから、絶対滅ぼして。強行でいこうか。こっち勝てるでしょ。負けちゃった。まあ負けてももう一回出せばいいだけですね。9600ぐらいで。出陣します。こもないでしょ、9600ならね。はい。報告いたします。先月の収支です。
これより表情を始める。あ、カタダンガリ覚えたね。欲しいね。絶対無理、取れない絶対取れない。いや、頑張りますよ、頑張りますよ。でも多分取れなさそうな。表情を終わります。刀上がりのためにちょっと貯めときます。ゲッチよ。あれするの忘れてた。これね。この志必ずや果たす。12月になったらやりましょう。じゃあこんな感じでいいのかな。良さそうですよね。方位105日。あー、105日か。あ、ここだったらいいか。この続けだったらまだ始まったばっかなんで問題ないですね。ここら辺どんぐらいなんだろう、あとガモさん。交渉あるから交渉とりあえずしようか。あ、こっちも交渉ある。交渉しとこうか、とりあえず。あと2ヶ月ぐらいあれば落ちるんで。まあ、一気起きないでしょう、多分。民中は大きいはずです。76とかあるんで、ね、全然余裕ですね。はい。おー、ナムさん、頑張れ。力を貸しましょう。貴様の部では、我らは止められぬ。じゃあこっちはしょうがないね。普通の落とすような感じで。行くぞ。じゃあこれはこっち、こっちかな。我に続け。さあ進めていきまーす。あ、引っ込んじゃった。いや、水攻めかな。さらもうここはもう使わないんで、この舞台使わないんで。3部隊残せば良さそうだね。じゃあ1部隊なんか適当に返しとこうか。それで。じゃあこっちからも出しとこう。からでいいや。この人なんか持ってったらあれだからね、土地死なれたらね、包囲できなくなっちゃうからね、ギリギリの数だとね。こっちから、6日のこっちから駆け上がらないといけない。じゃあ5600。我に続け。じゃあこんな感じで問題ないね。家康くんも取れそうだね。じゃあ進めていきます。報告いたします。ゲッチよ。で、だいぶいったんで、じゃあ建築をやっていきましょう。あ、使えるよね。これね。この志必ずや果たす。じゃあ撤去していきます。撤去、いらないものは施設選択一覧でね、これいらない。で、多分、無人権所とかもいらないのあるんですけど、とりあえずそれはいいかな。撤去施設一覧で、忍びの里。ここまでいらないね。ここもいらない。
で、あとは、撤去で。この辺。これは使えるか。じゃ、こんな感じで。で、新設で。はっ。はっ。かしこまりました。はっ。この辺で一気に多分叩き潰せそうな気がしますね。かしこまった。はっ。はっ。はっ。じゃ、こんな感じかな。多分ここら辺もいらないのあるんだよね。撤去したいね。多分絶対いらない準拳じゃんいっぱいあるはず。パッと見気づかないんですけど。どっか準拳じゃ立てなきゃーって言って立ってた気がするんだよね。この辺か。絶対こればかりじゃないんですよね。まあここら辺か。うん、まあもうようわからんので、はい、じゃあ進めていきます。兵糧化をちょっと取引を行いましょう。豊臣三戦線ですよ。強行28日。あと1箇所でね。あ、出てきた出てきた。逃げ足に出てきたね。我が部、天下に示す。これは10日とかそんなもんだね。14日。もう家康君全部囲って、ガモも囲って、筒井も囲ってるんで OK ですね。使いの者が来たようです。従属、ダメです。させません。あなたの土地は重要なポジションです。戦場で死にたかった。商いを始めましょう。報告いたします。先月の収支です。ご命令を。はっ。これ大丈夫ですね。民中も十分でしょ。66とかあるから十分ですね。じゃあ進めて、継続勝手にやろう。承知いたしました。じゃあ進めていきます。みんな勝ち時を上げよう。はい、ガモさん来ましたね。じゃあ進めていきます。この城もらい受ける。はい、返します。ナムさん、偉いね。この城、雪村がもらい受ける。雪村もっと手前の方に来てよ。我らの勝ちを、勝ち時をあげよう。はい。片付けない。はい。あとここだけだね。あと何日だ、ここは。あと43日ですね。大雪です。
報告いたします。先月の収支です。これより表情を始める。刀狩りにはと何が必要？農業論議と軍事。農業論議？表情を終わります。棚上げ取れなかったね。じゃあこれ取っとこうか。当分欲しいのないね。ご命令を。護衛しよう。かしこまった。かしこまった。技量もちょっと足しとこう。はっ。技量も足して。かしこまった。ここはちゃんと護衛して。ここも取ったよね。かしこまった。なんかやけに少ないね。あ、防衛してるね。はい。じゃあこんなもんでね。進めて、あー、そうだ。大変が確かあるから、あるんで、ここ、家康も都市から大宴会使って、あれですね。やった方が良さそうですね。そうするとこっちも移るぐらいじゃないのかな？うん。じゃあこれで行きます。朝廷が丘の背びりに来ました。投げます。これで、あれですね。修正度ちょっと上がるんですよね。気を上げよ。部分入場します。ああ、これ全部入れとこわ、ここに。で、勝手に振り分けてもらおう。志果たせず散るか。おっと、ちょっと待って、アンドル南部家へ向かったようですって。報告いたします。先月の収支です。今まで移動しなかった、移動していなかったのが不思議なぐらいですね。ハンリはそっちにいたんだとしたらね。勝手に恋愛しないでほしいですね。開発かしこまりました。かしこまりました。かしこまりました。かしこまった。継続勝手にとりあえずやったからですね。承知いたしました。で、そこから余ってる部署を承知いたしました。だって建築していきます。かしこまった。かしこまった。かしこまった。ここは関係ないね。ここも、まあ、とりあえず作っとこうか。かしこまった。じゃあ、こんぐらいで。で、あと、ちょっとかな。あと、すぐに。あと3日で落ちるんで。八戦だ！八の木をあげよう！はい、では返します。いい感じですね。そろそろ戦争できる頃じゃないんですか？まだできない。今月が終わると戦争できるな。大谷と豊臣、参戦できますよ。こんなの。いいんですか？参戦できますけど、いいんですか？あなたたち。いいんですか？そんなことをしてたらあれですよ。こっちが、ガンガン攻め立てるだけですよ。商いを始めましょう。
これはいらない。報告いたします。ご命令を。歩兵します。と確かここら辺だよね。ここと岡崎。はっ、もうちょっと全部入れとこうか。陛下してあげたおかげであれだね、だいぶいい感じになったんじゃないの。何ここ、どこの家。上杉飛び地になってた。すいません、知りませんでした。はーい、ということで、ではね、第10話この辺で終了して、その11話、12話ぐらいで結構いい感じになるんじゃないのかなと予想しております。ではご視聴いただきありがとうございました。